はい、本日はですね、無駄な買い物をしないための防水ジャケットのブランド紹介という動画を撮っていきたいなというふうに思います。まずですね、無駄な買い物をしないためってどういうことかっていうところだと思うんですけど、それがですね、今ただいま結構空前のアウトドアブームかなというふうに思いまして、それこそいろんなブランドからマウンテンパーカーとか防水ジャケットって出てると思うんですけど、それってみんな同じような文言が並べられてて、防水、防風、透湿性ってみんな並んでると思うんですけど、それって名前が一緒やったら、ほんなら値段全然ちゃうけど機能一緒なんて分からん方ももちろんいらっしゃると思いますし、それこそ店員さんに間違ったどれも一緒ですよって言われて、買ってみたものの全然自分に合わへんかったっていうのがあったら、結局買い直さないといけないっていうことになったりすると思うので、僕自身もその経験があってですね、店員さんに、間違ったらこの辺全部一緒ですよって言われて買ったものの自分には合わなかったっていうのがあって、結局買い直したっていう経験があるので、そういうのが僕の視聴者の方にはないように、この動画を作っていこうかなというふうに思いました。もちろん親身になってお答えしてくれる店員さんとかもいらっしゃると思うんですけども、あくまでやっぱり商売ありきっていうところはもちろん店員さんってあると思うので、この動画で正しい知識をつけてもらって、その上で店員さんと話してもらって、自分に合うやつを探してもらうっていうのがいいんかなというふうに思いますので、早速お話をしていきたいなと思うんですが、それこそ今各ブランドからいろんな防水の生地っていうのがもう開発されててですね、安価、値段が比較的安く買えるっていうのはあるんですけども、実はそれは一つ一つ防水防風透湿性って同じ名前がついてても全然違うかったりするので、それを何個かブランドまとめたので見てもらいたいなと思います。まず一つ目っていうのが世界最高水準の防水防風透湿性といえばって感じなんですが、ゴア社っていうところのゴアテックスっていう生地になってるんですけど、これが一番防水防風透湿性では優秀な生地っていうことになってて、これが唯一ブランドじゃなくて生地のメーカーになってるので、これはちょっと別枠というかちょっと王様みたいな感じになってるので、これをベースにちょっと見てもらうっていう感じなんですが、防水には具体的な数値っていうのがあってですね、この数値を見たらどれぐらい防水性が高いかっていうのが分かるんですが、その名前が耐水圧って言って、耐水圧が300ミリやったら小雨程度の雨で、2000ミリやったら普通ぐらいの雨、中ぐらいの雨で、1万ミリやったら大雨言われてですね、でさらに2万ミリやったら嵐とか台風って言われてるんですが、このゴアテックスの耐水圧は4万5000ミリということで、大雨どころか嵐でもいけるっていうことになってて、多分これ以上の数値、嵐以上の数値になったら多分おそらく立てないと思うんですけど、僕も実際ですね、ゴアテックスを着て高圧洗浄機当ててもらって濡れないのかっていう実験したことあるんですけど、それでも実際濡れなかったっていうのがあるので、気になる方は動画説明欄に貼ってますので見てもらえればなと思うんですが、それぐらい濡れなかったっていうぐらい防水性が高いっていうのがこの4万5000ミリでわかるかなと思いますし、次防風性は、これ防風っていうのは結構簡単で、それこそゴムとか入れちゃえばもう完全に風ってシャットダウンできるので、防風性に関してはそんなにどのブランドも難しくないと思うので、今回これは省いて、最後透湿性ってことなんですが、透湿性って何かっていうと、中にこう湿気ってたまると思うんですよ。こういうジャケットとか着たら脇のとこが厚なってきたりすると思うんですけど、この蒸れを放出することを透湿性っていうんですが、これにも一応数値があってですね、1万グラムっていうのが一応群れがない状態っていうことになってて、1万5000グラムやったらベタベタしないっていうふうに言われてるんですが、このゴアテックスは2万グラムってことになってるので、1万5000でベタベタしないんであれば、2万グラムあればベタベタせえへんやろなっていう数値になってて、これがですね、世界最高水準、どっちの数値も高い、耐水圧も透湿性も高いっていうふうになってるので、これが一つの目安ってことになるんですが、早速ブランドと独自の生地の名前とかを紹介していくんですが、まず最初がユニクロってことになってて、ユニクロはブロックテックパーカーという防水ジャケットがあるんですけど、この防水ジャケットの耐水圧っていうのが正式には公表されてないんですが、8000から1万ミリっていうふうに言われてて、実際僕もこれどれぐらい水圧が耐えれるかっていう実験はしたんですが、これは確かに8000から1万やったら大雨程度やと思うんですけど、大雨程度であれば若干濡れたっていう感じになってるので、8000から1万っていうのはあながち間違いじゃないやろうなというふうに思いまして、次の透湿性なんですが、透湿性もこれは一応公表されてないのでちょっとわからなかったんですけども、数値的に見てもらえれば同じ防水防風透湿性といえども全然耐水圧が違うっていうのが、このユニクロ見てもらうだけでわかると思うので、そういうのをこう参考にしてもらいながら、ご自身にどれが合うのかっていうのを見てもらえればいいと思うんですが、値段的には結構安くユニクロは作られているので、それ考えればコスパはいいと思うんですけど、防水防風透湿性っていう同じ文言だけで見ちゃうと結構全然違うと思うので、それがわかるかなと思います。で、次っていうのがワークマンになってですね、ワークマンも普通のワークマンのラインじゃなくてイージスって言って、要は防水に特化したラインがあるんですけど、そこのジャケットであれば1
1万ミリから2万ミリの耐水圧があるっていうふうに言われているので、まあ、ユニクロよりちょっと耐水圧は上っていうことになってて、ジャケットによっては1万ミリのやつもあれば2万ミリのやつもあるっていうことになっているんですが、まあ、この2万ミリあれば一応嵐でも対応はできるっていうふうには言われているので、まあ、メーカーは一応2万ミリというふうに表記はしてたんですが、まあ、それぐらいの数値があるということで、まあ、値段もあんまユニクロと変わらない割に耐水圧は結構高くできているという感じになってるんですが、まあ、ただですね、糖質性がめちゃくちゃ低いっていうことになってですね、糖質性が 3000g しかないっていうことになってて、まあ、先ほど言ったみたいに1万 g でベタベタするってことなんで、3000しかなかったらめちゃくちゃベタベタするやろうし、汗もたまるやろうなと思うので、まあ、本当に何て言うんですかね、こう防風防水糖質性の生地というよりかは本当にカッパっていう感じで、まあ、カッパって着てたら蒸れると思うんですけど、まあ、それに近いようなイメージで、カッパよりかはちょっと糖質性がある、要は蒸れを放出するっていうのが、まあイメージとしては近いんじゃないかなというふうに、まあ、数値から見ては読み取れるかなと思います。まあ、なので例えば汗かきの人とかであれば、このバークマンのジャケットはあまり着ない方がいいんじゃないかなというふうには思います。防水性は高いんですが汗が溜まるので、汗かきの方はどんどん汗かくと思うので、ちょっとこのジャケットは汗かきの方には向いてないジャケットなんじゃないかなと思います。で、次がですね、アウトドアブランドも、まあ、独自で生地のブランドを開発しているので、まあ、そのお話をしていくんですが、まず一つ目っていうのがアメリカのブランドのコロンビアというブランドになっているんですが、コロンビアも独自で防水防風透湿性を開発してるんですが、その名前っていうのがオムニテックっていう名前があるんですが、このオムニテックってちょっとイントネーションが合ってるかわからないんですけど、オムニテックっていうのがあって、まあ、これも一応防水の生地になってるんですが、ここの腕のところにオムニテックっていう風にちゃんと表記はされてるんですけど、それはコロンビアが独自で開発してる素材になってて、これは耐水性透湿性ともにちょっと数値が公表されてなかったんで、いくらっていうのがちょっとわからなかったんですけども、値段的にはだいたい2万円ぐらいからということになっているので、まあ、先ほどのユニクロとかワークマンとかに比べると、やっぱりアウトドアブランドはちょっと値段がぐんと高くなっちゃうかなというふうに思いますので、まあ、その辺は仕方ないとは思うんですけども、一応まあコロンビアもオムニテックという防水生地があります。で、次にですね、日本のアウトドアメーカーといえばモンベルやと思うんですけど、モンベルも同様に、独自で開発してるんですが、その生地の名前っていうのがドライテックっていう名前になってですね、このドライテックは結構数値が優秀になってるんですけど、まあ、それがですね、耐水圧でまず見てもらうと、耐水圧が2万ミリということになってて、まあ、2万ミリやと、まあ、この今まで紹介してきた中でも結構高い方の水準に入ると思うので、嵐でも対応できるということになってですね、で次の透湿性なんですが、この透湿性がですね8000から2万グラムってことになってるので、ジャケットによってちょっと違いはあるんですけども、2万グラムまでいけば、まあ、相当透湿性はあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、それこそゴアテックスと近いぐらいの透湿性は再現できてるんじゃないかなというふうに思うので、それでジャケットの値段も1万円ぐらいから売られたりするので、コスパ的にはめちゃくちゃ高いかなというふうには思うので、まあ、値段が安く防水防風透湿性の生地が欲しい方は結構このモンベルなんかは、まあ、おすすめなブランドかなというふうには思います。で、次がですね、またアウトドアブランドなんですが、これがアメリカのブランドで、まあ、人気なんですが、パタゴニアというブランドになってて、このパタゴニアも独自で開発してるんですが、その名前っていうのが H2NO という生地の名前になってて、この H2NO はですね、一応公式のホームページによると、耐水圧が1万から2万ミリってことになってるので、まあ、そこら辺はあんまりモンベルと変わりはないかなというふうに思うので、まあ、嵐とかでも対応できるということになってて、で透湿性に関してはですね、ちょっと表記がなかったのでこの辺はわからないんですけども、パタゴニアはちょっと独自の特徴があってですね、この H2NO を使ってるジャケットっていうのは、まあ3年から5年で劣化するっていうふうに言われてるんですが、この劣化っていうのが、この内側の生地がボロボロ剥がれてくるんですが、この生地が剥がれてきたアイテムに関しては2つの対応しますよっていうふうに言ってて、1つっていうのが返金、お金を返すっていうことになってて、その新品の値段ではなくて、今の値段やったらこれぐらいっていう値段があるらしいんですけど、まあ、それちょっと問い合わせないとわからないんですけど、その値段を返すのか、もしくは新しいジャケットと交換するかっていう、まあ、パタゴニアの環境を大事にする理念、要はジャケットを捨てないっていう理念を、まあ、反映してるシステムやなと思うんですけど、この返金するか交換するかっていうシステムがあるみたいなんで、まあ、これはパタゴニア独自の取り組みじゃないかなというふうに思います。で、その次がですね、こちらも人気ブランドで、ノースフェイスっていうブランドになってるんですが、これがですね、まあ、こちらも独自で開発してるんですが、その生地の名前がハイベントっていう生地の名前になってて、このハイベントっていう生地はですね、耐水圧、透湿性ともに一応非公開ってことにはなってるんですが、ジャケットによって実は一個一個違うくてですね、一つのジャケットに関してはめちゃくちゃ耐水性が高いけど、
糖質性が低いものもあれば、逆に耐水性は低いけど糖質性が高いものもあるっていうことになってて、実は防水ジャケットっていうのはこのどっちかを高めるっていうのは意外とできることになっててですね、まあ理論的に考えたらこのジャケットって穴が大きければ大きいほど糖質性って上がるんですが、その分水が抜けちゃうので防水性が下がる。でも逆に穴をちっちゃくすれば防水性は上がるけど糖質性は下がるっていうことになってるので、これはジャケットによってノースフェイスは変えてるっていうことになってたので、糖質性で一番高いやつは3万グラムぐらいあったと思うので、かなり高い糖質性は誇ってたんですが、その代わり耐水性はめちゃくちゃ低かったりしたので、まあ、それは多分どっちかを選んでるっていうことだと思うんですが、まあ、そんな感じになっておりました。で次がですね、僕個人的には一番これがすごいなと思ったブランドなんですが、まあ、それがですね結構皆さんこれ馴染みのあるブランドやと思うんですが、ご紹介するとミズノというブランドになってて、水野っていうと、まあ、野球とか水泳とかでもあると思うんですけど、あまりアウトドアのイメージはないと思うんですけど、実はこれアウトドアの登山用品とかも作っててですね、これ以前からそういうのが やってるらしくて、まあ、プロの登山家とかにもウェアとかを下ろしたりしてるぐらい昔からそういうのをやってるらしいんですが、僕もこれ今回調べるにあたって知ったんですが、その名前っていうのがベルグテックっていう名前になっててですね、まあ、これも僕初めて聞いたんですけど、このベルグテックがめちゃくちゃ数値が高くてですね、耐水圧がまず3万ミリということになってて、まあ、この時点で今まで紹介したやつでもゴアテックス抜くと一番数字が高いと思うんですけど、まあ、それぐらい嵐でも全く水は通さないっていうことになってて、嵐以上が来ても通さないので、まあ、おそらくそこまで行くと多分立てないと思うんですけど、立てないぐらいの雨でも水は通さないっていうぐらいになってて、次放湿性に関してはですね1万6000グラムっていうことになってるので、まあ、これは本当に蒸れも逃がすしベタベタもせえへんっていうぐらいの放湿性になってるのに、なおかつ値段は安いってことになってて、ジャケット1着で1万円ぐらいで買えるっていうことになってるので、まあ、一番コスパがいいジャケットかなっていうのが、まあ、このミズノのベルグテックかなというふうには思います。まあ、ただですね、その人その人によって合ってるやつがあると思うので、先ほど言ったみたいに汗かきの人やったらワークマンのはあんまり向いてなくて、どっちかというと透湿性の高いジャケットを選ぶべきかなと思いますし、まあ、それこそ新しいものがどんどん欲しい方は安いものを買うっていうのもそうですが、まあ、パタゴニアみたいな感じで買って交換していくっていう着方もありやと思うので、それぞれ皆さん数値が高いのは必要ないとかそういうことじゃなくて、どういう意図で着たいかっていうのがあると思うので、まあ、それをご自身に照らし合わせて見てもらうっていうのが一番いいと思うんですが、一応劣化する劣化しないの違いっていうのはですね、これ素材になってるんですけど、基本的に防水ジャケットを作る上で2つの素材が使われてて、1つっていうのがフッ素系樹脂っていうのが使われてるんですが、もう1個がポリウレタンっていうのが使われてて、大きく分けるとこの2つが使われてるっていうことになってて、フッ素系樹脂っていうのはゴアテックスとかもこれなんですけども、まあ、何かっていうと劣化はしないけど硬い、要は伸びないっていう生地になってるんですが、反対にポリウレタの方は、これはノースフェイスのハイベントとかパタゴニアの H2 ノーとかもそうなんですけども、劣化はするけど着心地はいいということになっているので、まあ、これもご自身の好きな方ってあると思うので、まあ、それを選んでいくっていう形になっているんですが、大きく分けるとこの2つ、フッ素系樹脂で作られているのかポリウレタンで作られているのかっていう感じになっているので、例えばホームページ見て分からへんとかタグ見ても分からへんかったりしたら、店員さんにすいません、これってフッ素系樹脂で作られているんですか、それともポリウレタンで作られているから防水なんですかって聞けば、まあ、どっちか答えてくれると思うので、まあ、それを聞けばどういう特徴があるかっていうのは分かるとは思うんですが、まあ、店員さんにはちょっと嫌な顔されるかもしれませんが、一応まあこれが大きな違いということになってて、まあ、余談なんですけど、まあ、さらにもっといろいろ今は開発されてて、いろんな素材が使われてたりはするんですけど、今は大きくこの2つがメインっていうことになってて、ポリウレタンでも劣化しないやつもちょっとずつは出てきてはいてるんですけど、まあ、今のところはまだこれ2つがメインっていうことになっております。で最後にですね、この8つのジャケットって全てにおいて取り扱いの方法っていうのが防水ジャケットは一緒になってるので、まあ、その取り扱いの方法だけご紹介したいなと思うんですが、1つ目っていうのが風通しのいいところに置くっていうことになってて、要は室の窓がないような部屋に置いちゃうと湿度が上がっちゃうので、湿度が上がるとジャケットが結構傷んできたりとか加水分解の要因になったりとかするので、まあ、その辺は風通しのいいところにまず置くっていうのが一つ目で、二つ目っていうのがハンガーにかけるっていうことになってて、まあ、そんな当たり前やろうって思うかもしれないんですけど、まあ、人によってはジャケットって畳んでカバンの中に掘り込んだりしたままの人もいらっしゃると思うので、そうしちゃうと折りじわがついて折れてるところから劣化したり傷んだりすることってあると思うので、しっかりハンガーにかけて保管するっていうことになってて、三つ目っていうのが
直射日光を当てないっていうことになってるんですが、ジャケットってやっぱ化学繊維でできてるので、直射日光を当てちゃうと劣化したり変色したりする恐れがあるので、直射日光にも当てず日陰に置いとくっていうことになってて、4つ目っていうのはしっかり洗うっていうことになってるんですが、やっぱり汚れた状態でほったらかしにすると劣化の影響につながったりするので、しっかり洗っていくということになってますので、まあ、ちなみに洗い方がわからないっていう方は以前僕動画出してるので、まあ、それを説明欄に貼ってますので、洗い方がわからない方は見ていただければなというふうに思います。はい、ということになっているので、最初の動画の冒頭でも言ったみたいに、まあ、それぞれ防水防腐透湿性って一つの言葉が並んでても皆さんに合うのって違うかったりすると思うので、まあ、俺にはこういうのが向いてるなとかっていうのがあると思うので、まあ、街やから何でもええねんっていうのじゃなくて、まあ、それぞれ皆さんに合ったのを買ってもらえれば、より失敗せずに買い直すことなく自分に合ったジャケットっていうのに巡り合えると思うので、まあ、この辺を参考にしていただければなというふうに思います。まあ、僕はですね、皆さんからお金もらってそれで生活してるわけじゃないので、やっぱり店員さんは皆さんから商品買ってもらって生活してる部分もあると思うので、やっぱり買ってもらうためのトークとかっていうのも多少はあると思うんですけど、まあ、そのトークに負けずにですね、しっかりした目利きをしてもらって選んでもらえればいいかなというふうに思います。ではですね、本日はですね、無駄な買い物をしないための防水ジャケットのブランドの紹介をしてみたという動画になってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。